こと中島康則選手が愉快な仲間たちと繰り広げている負けず嫌い選手権。1台の車でベストラップを競う日光サーキットでの遊びだが、それを気になるあのタイヤのテストを兼ねてやるという。開発中のサンプルも試すというから興味津々。ビザーテンペスタエンツォ負けず嫌いテストレポート選手権。おはようございます。今日は、ビッツァテンペストエンツォというタイヤのテストで日光サーキットに来ています。で、僕のこの RX7 を使ってこの3人でレギュラー品とテスト品2種類を3人で乗り比べてみたいと思っています。元々はですね、あそこの S14 でドリフトで履いてみたんですね、僕は。そしたらすごくラインのトレース性が良くて乗り味が良かったので、これグリップで使えるんじゃないのかなと思って、履いてみてすごく乗り味が良かったので、じゃあこれ本格的に RX7 で使ってみたいっていう話をしたところ、じゃあついでに対応テストしてくださいって話になって、今回の企画になりました。 RX7 素人最速つくば54秒2の坂本エンジニアリング坂本と、もうドリフトのタイヤテストも担当してます平岡選手と3人でやっていきたいと思います。たまにグリップでは中島さんとかと走ったりするんですが、そのタイヤの特性っていうのが結構ドリフトよりもっとグリップの方がタイムでも分かるし、そのフィーリングも伝わりやすいと思うので、ちょっと今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。坂本です。今回のこの FD のメンテナンスさせてもらっています。今回は、一応ドライバーとしても乗らさせてもらうんですけど、車の方の管理もしながら頑張っていきたいと思います。じゃあみんなでテストしましょう。よろしくお願いします。一応これ僕の車なんで、みんな動作程度に乗ってください。はい、頑張ります。グループでいいです。はい。戦いとテストに供された車は文造 FD3S。サイズは265-35R18。 ビザーテンペスタエンツォが今回の主役を務める。もうちょっといけそうな雰囲気はあるので、ちょっと今度内圧を変えてみて、もう一回ちょっとチャレンジしてみたいです。タイヤなんか垂れたかもしれないですね。垂れた。3セクは来て、1セクはベスト出てんだけど、はい、2セクが、3セクは特に。9秒
フラットしか出てない。ダメだ。はい、やっぱ今回3番目に乗ったんですけど、熱だれきついかなと思ったらちょっと予想以上にきつくて、計測1周目はそこそこ良かったですね。連続2周目行くとやっぱりストレートエンドがやっぱりどうしてもギアの巻きがひどくて、あと6コーナー立ち上がりとかのトラクションもやっぱりギアをずっとニュルニュルしちゃって、ちょっと熱だれが厳しいかな。連続周回はなかなか、だからクーリングを入れながらクーリングアタック、クーリングアタックって走る分には全然グリップ安定してていいんですけども、連続周回にはちょっと厳しいかなっていう感じがしました。タイム的には悪いんですけど、フィーリングはいい感じなんで、これで内圧が上がってきて、中島さんとか、坂本さんがどんな感じのタイムが出るのかなっていうのでちょっと気になります。なるかをちょっと一周テストしてみたいなと下げてからは、滑り出してから前に進むようになったんで、自然にタイムが上がりました。でさらに表面温度を水でちょっと冷やしてあげて、一周行ったところを一応今日ベストが出たので、とりあえず負けず嫌いは今トップタイムなんで、とりあえず良かったです。
内圧の効果かな。表面温度もやっぱりグリップするし、内圧を下げたことによってかなりコントロール性が良くなりましたね。今までは滑ってからグリップが抜けてたのが、滑ってもグリップが残っててくれて、滑り出せながら向きを変えてうまく走ってあげると、タイムが出るのかなと。でも、まあ、結果的にはすごい乗りやすい車になってました。こんにちは、ビッツアタイヤの竹ヶ原と申します。今回はですね、弊社のハイグリップスポーツタイヤテンペスタエンゾ、こちらの方が去年の秋口に、トレトゥア200の方を現在21サイズで発売を開始しまして、今まではドリフトでの、露出がちょっと多かったんですけれども、もともとサイド剛性をしっかりとした形で作りまして、まあ、ドリフトとあのタイムアタック、グリップ走行、どのジャンルでもですね、それなりのポテンシャルのタイヤに仕上げたいということでコンセプトに持って開発を重ねてきました。で現在市販をしているトレトゥア200からさらにですね、トレトゥア140というもう段階上のタイヤの方を開発を続けておりまして、今回、取り上げていただいて使用していただいているのがその140の最新のサンプルになります。このサンプルにもワン段階、アレンジを加えて市販ということで、なんとか2020年年明けにはですね、デリバリー開始の逆算で今動いているところでございます。よろしくお願いいたします。テンペスタエント市販品でのトップタイムは坂本よって、開発中のサンプル1に履き替えてのアタックは坂本からとなる。方をちょっといつも使ってるタイヤと同じような温め方でちょっとアタック入ったんですけど、それと比較しちゃうと温まりがちょっと悪いだけど、なんだろうな、まあ、それなりのペースでハイペースでタイヤしっかり温めてからは3ラップ4ラップ目ぐらいにグリップが来るかなっていう印象。内圧が上がったのか、なんか思ったほどちょっとあれっていう感じでした。なんとなくのグリップ感はあるんだけど、ちょっと縦と横のそのバランスがちょっと最初のレギュラー品の方がなんかバランス的にはいいような感じでしたね。2周目行くと垂れてきちゃうんだよな。ここがアンダーなんだよ。よいしょ。もう
僕だけちょっとないやつをみんな 2.1 ぐらい音感 2.1 走ってたの、僕だけ音感 1.8 で入ったんですけど、 1.8 の方がやっぱり乗りやすいんですね。コントロールも良くて粘るんですけど、なんか体感よりもやっぱちょっとタイムが出ないというか、やっぱ表面温度が上がってしまうとその蹴りが弱いになってしまって、なんだろうな、こう自身に言うと滑っててやっぱり乗りやすいけどタイムが出ない、でやっぱりちょっと内圧高めの方が一発は出しやすいような感じを受けました。でレギュラー品とじゃあ大きく違うかっていうと、そんなに大差を感じなかったのが正直なところです。開発中サンプル2に履き替えてバトル再開。最後のタイヤが、まあ、一番乗りやすくコントロールしやすくトラクションがかかる、すごくいいタイヤな感じがします。タイムも結構速いと思うんですよね。8秒前半なんでラジアルにしては相当速いタイムだと思います。それもこうなんか比べちゃうとどれが悪いとかどっちがいいとかっていう話になっちゃうんですけど、3セットとも平均タイムはだいぶ高いと思います。あれ遅えな。今までよりは全然いい感じですね。はい、グリップ感もあるし、そうですね、今のところ一番今入ってるタイプがすごくいいと思います、はい、あとはちょっといいエアーツ内圧をもうちょっと美味しいところを探れればもうちょっとタイムが出ると思うんで頑張ります、みんなで。はい、ラジアルタイヤですからね。先日確認走行で050で走って38秒フラットから38秒2ぐらいだったので、ほぼまあ同等からコンマに落ちぐらいのタイムが出てるということなので、ちょっとまあコメントが辛口になっちゃうのはちょっと欲張りすぎかなっていう気もしますね。滑っててもグリップが残ってて前
前に出てる感触もあるし、コントロール性もすごくいいですね。3周ぐらいアタッククーリングアタッククーリングってしたんですけども、やっぱり1周クーリングした段階でもグリップが結構戻ってくれるの で戻ったグリップもすごく安定しててくれるので、もうこれだったらずっと走ってってもなんか、ずっと走っていられるようなタイヤかなって感じました、はい。開発中サンプル2での坂本の38秒291がベストタイム。取材後のリベンジマッチでは文蔵がタラレバの、平岡がリアルの38秒0をマークした、まずはですね、音感2キロからスタートして 2.3 とか 2.4 ぐらい、あ、音感 2.3 から 2.4 ぐらいで使ってみたんですけど、ちょっとタイヤの垂れがちょっとひどいなって感じがしたので、結果的には冷感 1.7 スタート で音感2キロぐらいで走って、その方がコントロール性がすごく良かったかなっていうふうに感じました。で、結果から言うと、その一番その坂本選手が一番ベストタイムを出したんですけど、そのアタックした時ってちょっとあれ、ね、表面温度下げようと思ってちょっとその水道で表面温度を下げてみたんですね。で一発ちょっと確認できてきてって言ったら38秒417って、これもう先週確認で走った050のタイムとほとんど変わらないのタイムが出ました。でちょっとその辺どんな感じが。そうですね、ラジアルタイヤとはちょっと思えないぐらいグリップ高いと思うんですよね、うん。ただ中身の内容としては感覚的に S タイヤを評価してるぐらいの辛口なコメントになってる。タイヤが垂れるのが早いとか、だいぶ高いところでの、うん、もう7秒台を目指すような走りをしててちょっとグリップ足りないとか、なんか十分じゃ十分のような気もするんですけど、速い人たちに混ざって向きになるとやっぱり運転も荒くなっちゃうので、そうするとどうしても後ろが流れちゃう、リアがスライドしちゃって結局タイムにつながらないってなっちゃうので、まあそこはまあなんとかしたい、ねじ伏せてやるって思うんですけど、やっぱりタイムは数字として出ちゃうので結局これが答えなので、もうちょっと自分も運転を もっと優しい運転ができるように心がけて、もっとこのタイヤと仲良くしていきたいと思います。といっても午前中トップタイム。そうですね、トップタイムですね、日本とも日本だけです、内圧高い時はね、はい、その後も惨敗ですけど、はい、惨敗ってコンマ1秒ぐらいしか変わらない、はい、もう本当にこれで、でも、ね、想像以上にやっぱりいいタイヤです、うん、スポーツ走行の人なんかにはやっぱ向いてると思うので、うん、はい、お試しあれって感じですね。やっぱりラジアルタイヤなんで、どうしてもやっぱりベタグリップというよりも若干滑らせておきながら、滑りながらもトラクションのかかるところを探していって乗る感じなんですよ。でそこの部分が内圧だったりとかで表面温度だったりでその美味しいところが結構変わってしまうので、3人で乗った時に誰が一番最初に乗るんだと、まあ結構揉めるんですけど、午後からですねテスト品タイヤの、1と2っていう、バージョンで、テストしたんですけれども、まずは構造がちょっと硬くてゴムが柔らかいタイプかな、それをの方がまあ食うだろうという話で最初に投入したんですけれども、その3人ともちょっとフィーリング的にはあれっていう感触 でタイヤの垂れもちょっと早かった感じがしたよね。で僕の中では温まりが悪かった感じが、ね、最初に乗ってて温めるのに結構5周ぐらい3、4周したと思います ね、はい、なんかグリップの抜け方もちょっと変な抜け方、クッて抜けるっていう、うん、もう超もう衝突って言ったりですね、最初にね乗ってなかなか温まんなくて、でもといっても8秒4ですね、うんうん、だすごくハイレベルというか、うん、どのタイヤもものすごく落ちるわけではないんですけど、でもこれ 4ヒートか4ヒート5ヒート、ああ、ね、5ヒート走った、まあ、大体50ラップか60ラップぐらいしたタイヤと大体同等ぐらいのタイムしか入れても出なかったんで、ちょっとあれっていう感じ、1セット目が頭に悪かったんで、うん、よく温めようってこう意識はあったんですけど、うん、それでも温まりがすごく早いっていうのが感じ取れた、うんうんうん、そのニュルっていうのがなくて、あ、食ってるなっていう、ああ、もう、はい、グリップの感触が来てる、そうですね、これいけるぞって言って、ちょっとやってみたら、
1秒291これ S タイヤじゃないのっていう、もう近いタイムですよ、ね、相当あのもう温まりもスライドした時の、うん、あの、まあ、縦方向のグリップです、うん、まあ、ブレーキ回し全体的に良かったと思いますね、うん、タイヤの特性的にはどんな感じ、 71R に近いかな、またちょっと違う、いや自分的にはまあこれもそうなんですけど 71R みたいな雰囲気はありますね、はい、ちょっとケースがねしっかりしてる、そうですね、あのヨレヨレ感とかはないんで、うん、今流行りのそのブロックが高くて、あのドリフト用のタイヤとかって結構やっぱブロックがよれる感覚があるんですけど、それがやっぱりない、しっかりそのハンドリングがちゃんと伝わってくるタイヤだと思うので、全然自分はあのこっちこういうタイプのタイヤの方があのラインもトレースしやすいと思うんですよね。僕も初めてこれ使った時にラインのトレース性が良くてこれいいなと思ったんですね。でこれ、まあ、60ラップしたこれ一番傷んでるタイヤなんですけども、そのやっぱり全然この辺が変な減り方がしてない。ちょっと気になるのはこのひじきなのかな、このタイヤカスがちょっと多めについてるのが気になりますけど、今日ちょっと路面が汚れたのか、なんか高速の結構ねタイヤカスが多かったのでその影響なのかもしれないですけど、ちょっとタイヤカスが多めについてるなっていうのが少し気になったところですかね。で値段的にも結構 そうですね、そんなに高くないですね、うん、1万2、3000円ぐらいがはずなんで、うんうんあれもうちょっとしなかった1万5000円ぐらい、1万5、6000円すんでしたっけ、1万5、6000円1万5、6000円で、まあ、結構楽しめるタイヤかなって。ただ今いろんな ね、アジアンタイヤとかいろいろ種類が、はい、いいタイヤがいっぱいあるのでなんかチョイスに困るんですけど、まあ、これはもう本当に、ね、ま、間違いないかなって感じがしました。まあ、すぐではないんですけど、もしかしたらその2番目にテストしたすごく良かったタイヤがそのまま発売になるかもしれないので、はい、強く希望して強く希望します、はい、はい。